われるというか評価される基準になると思うんで、例えば僕らの業界だったら、あの指揮者になったとしても住むか住まないかってすげえこだわるらしいんですよ、みんな。ボストンに、ボストン住んでるか住んでないか。だから住んでないって聞くと嫌な顔するし、住んでるって言うと結構街が受け入れたりとか結構するんで、そういうのこだわったりとかしますよね。皆さんこんにちは、ボストンの佐藤陽平です。本日はですね、前回前々回に引き続いてですね、ビアガーデンで、男3人で話してるんですけどもね、話題は、僕たちの僕とウッチーはね、非常にあの焼き鳥がねすごい好きで、よく焼き鳥の話をするんですけど、実はねボストンでもね焼き鳥屋さんあるんですよ。それとですね、日本人3人で見たボストンという街がどういう風に映ってるのかなんてね、ダラダラと話しています。よかったら見てください、よろしくお願いします。俺負けてないっす、あれあなたたちが。お前朝飯食ってたら傭兵とどっちが強いのって言われて俺に決まってた。まあ子供的には思いますね、どっちが強いかなと思ったね。指揮を振る人とは思ってないよね。あそうですね、たまに来て遊びに来る人だけど、ようやく子供好きなの、面倒見がいいっていう。いや子供好きっていうか、まあもちろん教育の場では携わることも多いですけど、あんな小さい子までは初めてですね、でも子供好きっすよ。ねえ、俺はあんな他の子供とは遊ばないの。で、洋服見たらすごいなと思う。多分あれですね、今日の一番の取り立てここですね。結構落ち着いて喋ってる感が。アメリカの教育の見たい人多いかもしれない。いや結構気になるとこだと思うんですよ。やっぱり 3,4 年しかいれない人がいたりとか、まあ、これから長くいる人もいるけど、3人ともやっぱり日本人じゃないですか。だからそうするとどっかで帰らなきゃいけない可能性もある。両方は国籍取りたくない。いつか日本に住みながら海外で仕事したいです。今は日本に住んじゃうと海外の仕事なくなっちゃうと思ってるんで、ボストンの方がヨーロッパ近いし、やっぱり僕にとってヨーロッパは常に憧れの場所だし、ヨーロッパのプライオリティ高いですよ。ヨーロッパに住みたいとはなるの？住んでみたいとは思いますけど、実際仕事的にはヨーロッパの方がアメリカの方が、アメリカの方が現状あるんで何とも言えないですけど、ヨーロッパはやっぱり住んでしまうと、例えば現地の言葉喋んなきゃいけないし、じゃあ英語でいけるとこってイギリスぐらいじゃないですか。イギリスよりかはもっと違う国住みたいんで、ドイツ語圏とかイタリア語圏になっちゃうんで、そうするとどうなんかなっていうのがありますけど。ヨーグルトナチョ好きなの？結構好きっす。日本でもあるこれ？いや、ちょっとスタイル違うんです。見れる？見した方がいい。こんな感じなんですけど、最近なんか僕の知り合いがナチョス屋さんを始めて、日本で結構なんか人気だって言ってましたけど。流行った？それが流行るんだっていうものが流行るよね。僕のお気に入りは、まあ、今日のカフェも良かったですけど、立って。ああ、立って。僕立って大好きなんですよ。立ってるカフェ。あのペーメンもあります。ペーメンもありますよ。ヨーロピアン調でパン屋さん。パンとコーヒーとか。そうそう。でサンドイッチも豊富で、そうヨーロッパのご飯が結構あって。ヨーヨーさ食べ物何好きなの？まあ当たり前ですけど、和食が最初の選択肢出ちゃいますよね。焼き鳥大好き。焼き鳥好きなの？めっちゃ好きです。新しいとこ行った？ウォータータウン。どこですか？ウォータータウン。トリジロ。トリジロ、あ、そう、僕まだ行ってないんですけど、トリジロを炭で焼いてました。大盛りは炭で焼いてるんですよ。だから、どこにあるの？ブルックライン。あ、そうなの？うちの家の前。あ、そうなの？ありますよね。うまくないですよ。あ、そっかね。いや、両方うまい。ってことは、トリジロも炭で焼いてるってことですか？種類がちょっと違う。そのニューヨークにあるとこ超うまいとこ。そうでしょ。最近焼き鳥多いですよ。そこもできたし、アッセンブリーのとこもできたし。ちなみに大盛りは2号店がサマーで行くのがありますよ。2号店ありますよ。あ、そういえば、パンデミックのちょっと前に日本に7、8年ぶりに帰った時に、はい、なんかホテルの近くに焼き鳥屋さんが入ったんだけど、ほんで好きなもの食べて、でなんかサワーかなんか飲んで、で会計が1800円だったんですよ。はみたいな。アメリカそう考えるとすごい高い。
まあ焼き鳥もう俺4、5000円ぐらいするのかなっていう頭でいたから安っと、しかもなんかアメリカより美味しい、日本ってなんか美味しくて安いみたいな。焼き鳥に関してはですよ、うん、あでも確かにアメリカで安くて美味しいってあんまないですね。ないよね、まず安くないですね。まず安くないね。アメリカでっていうかオストンが高いですかね。よくわかんない。いや僕わかんない、田舎にあんまご飯食べたことないからわかんないですよ。あれで確かに南部に住んでた時は、うん、ミシシッピに住んでたけど20年ぐらい前に安かったよね。ボストンは安くて、そもそも安くて美味しいものがないわ、うん、だから焼き鳥は特に炭使ってるから当然高くなっちゃうんですよね、うん、で日本って安くてもうまい、そうクオリティがいいんですよ。そうクオリティがめっちゃいい、ね、まあ人だと丁寧だし、確かにこだわり、なんかまずいのを認めてくれないじゃん日本の人って。こっちはなんか安いからしょうがないのみたいな、うん、確かになんかあるよね。だこの前聞かれたのが牛角とか流行ってるじゃないですか、うんうん、アメリカので日本の焼肉屋さんもリアルな焼肉屋さんをボストンでやったらどうですかっていう。リアルな焼肉屋さんはどういう意味ですか。本当の高いけどうまい、高いけどちゃんとした和牛使って。ああどうあのねどうなんですか、アメリカってお高いお金払ってるのになんで自分で焼かなきゃいけないんだよって思うらしいの、うん、そう、それはあります、すごい、うん、日本でも焼いてくれるとこあるからそれ、例えばね、焼くようにしだから超高級にするんだったら、あの焼く人をつけた方がいい、そしたらなんか目の前で焼けるから逆に見る分には楽しいです。あと結構ニューヨークで、日本でも大衆焼肉でニューヨークだったらハイエンドの焼肉屋さんがあるんですけど、あれは内装がもうすでに豪華だし、うん、もちろん焼いてくれるし、で焼きますかって聞かれるんですけど、出てくるものもちょっとやっぱ日本と違って飾り付けもかなり豪華になってるんで、ニューヨークに関してはあれだと品がいいものの方がなんかイケてる感じがするけど、ボストンってどっちでもないじゃないですか。ニューヨークとボストンって全然違うよ、全然違うんですよ、雰囲気違う、距離は近いんだけどね。近いっすよ、4時間っすよね、車で。ああ、まだけど、なんか、俺からしてみたらなんかすぐっす。あ、まあ、確かに、確かに、そうっすよ。そうっすね、ボストンは、どうなんだろう。でも、ボストンってちょっとやっぱり、田舎だよね。田舎だよね。そうっすよ、田舎。ニューヨークに比べると。田舎っす。それは。けど、なんか、ニューヨークにちょっと対抗意識あるよね。ニューヨークは多分、眼中に対する。え、ボストンってニューヨークに対抗意識あったんですか。俺ね、だからなんかあのボストン愛が強いのかな。僕でもボストンはボストンを愛するのがプライドだっていうイメージ。あ、けどもう一個は東京と一緒でニューヨークってニューヨーク出身ですみたいな人は逆にいなくて、いないですね、確かに。みんないろんなとこが来てるけど、ボストンはなんかボストン出身者が多い。まあそうですね。大阪みたいな。でも僕たちも途中から来てるのになんかそのボストン愛というか、まあ英語もそうですけどなんかボストンアクセントついちゃうじゃないですか。俺ボストン好きだけど別に西海岸の方が好き。ああ、なるほど。ボストンもいいけど西海岸の方がなんかちょっと自分の気質に合ってるとかさ、いい加減、ちょっと軽くいい加減だ。こっちなんかちょっとすげえきっちりじゃない。まあボストンとニューヨークはあのね、ボストンって新しいものがを受け入れるのが遅いんですよ、ちょっと。あ、ニューヨーク早いじゃないですか、まず試そう。で、ボストンはニューヨーク見て10年ぐらいに流行るんです。そうだね。まあ音楽の業界はまさにそうだから、ボストン、ボストニアンって言葉があるぐらいですから、やっぱりそういうボストンを愛する人が好きなんだなっていうのはちょっと感じますよね。いい街だけどね。まあコンパクトではありますし、要所要所のいいところも、例えばほら釣りもできたりとか、グロースタまで釣り行ったりするじゃないですか。なんかちょっと行くといいところもたくさんあるから、うん、いわゆる都会もあり田舎もあるけど、田舎要素の方がパーセントが高いと思うんですよ。昔言われたんだけど、ボストンって近所の人がよく話したりして、あ、確かにラスベガスとかに住んでた時は近所の人があんま話しなかったけど、こっちはもう 全員知り合いになるから、なんかそういう風に一風なんか入りにくいけど、入ったらなんかこう、あ、それは受け入れられたら早いっていうか、うん、深いっていうか、それはあると思いますよ。ボストン愛が、ボストン愛というか、やっぱりこう、昔ほら、やっぱりあの、どこまで、なんで、貢献するかっていうところが、とらわれるというか、評価される基準になると思うんで、例えば僕らの業界だったら、
あの指揮者になったとしても住むか住まないかってすげえこだわるらしいんですよ、みんな。ボストンに、ボストン住んでるか住んでないか。だから住んでないって聞くと嫌な顔するし、住んでるって言うと結構間違い受け入れたりとか結構するんで、そういうのこだわったりとかしますよね。住まなくてもできるじゃないですか、指揮者って。実際はボストンってさ、プロの指揮者何人ぐらいの？ボストンにいるプロの指揮者って世界に指揮者は600人ぐらいいるって言われてるんですけど。600人しかいないの？すごいですね。そうですね、大体世界でお金稼げるってそういうのも稼げなくても。ヨーロッパってすごく政府がサポートするんで、実際は風がなくても政府のサポートが強かったりするなんて言いませんけど、まあ大体600人から800人いるって言われてる。世界で？世界で。それ傭兵が例えばヨーロッパに行ったらサポートしてくれるの？僕はその政府のお金もらったりしてますから。僕がアメリカから行きますって言ったら、じゃあ飛行機代はこの政府から出しますとか、ホテル代はじゃあこの政府この市から出しますとか結構多くて、すごい。でホテルがもともと契約してる、オーケストラと契約してるとこ泊まらせていただくんで、結構融通聞いたりとか、僕のご飯の時間で買いでもらったりとかすごいしてくれて助かりました。リスペクトされてる。アメリカってスポーツ選手が一番リスペクトされるじゃないですか。ヨーロッパって音楽が一番最初にリスペクトされる。全然違いますよ、そこは。面白いですよ、本当に。はい、といった感じです。どうだったでしょうか。ちょっとね、真面目な話をねしてみたっていうところとね、ちょっとマサイさんがねあの話をね、回し出してですね、なんか意外だななんて、兄貴ながら思ってしまったんですけども、よかったら。また引き続きもう一本だけあるので見てください。ありがとうございました。